どうもこんにちは、ミスタージーテファイモットです。はい、今回はニューロブルクリンクという世界で最も難関と言われるコースを証言でタイムアタックしていきたいと思うよ。はい、ということでございますね。愚かなチャレンジだと思われた、そこのアナルね、よく見ておけ。私にかかればどんなマシンでも GTR 並みの加速で、チャーシャイのチャイナ、お背中サイサイのサイヤ。さあ早速ね、ということで、ニュルブルクリンクのマップがね、そもそもどこにあるのか知りませんけど探していきたいます。探していきたいますね。どこにあるのかな。なくね。あっ、でこえでかくね。え、ちょっと待って、恐怖なんだけど、旋律を覚えたわ今。ほとんどなんか GTA5 のマップと大きさ同じじゃね。若干 GTA5 の方がでっかいかってどうかってくらい。すげえな。え、コースどっからどこまであんの。なんか事前情報では約20キロだそうなんですけど、どっからどこまであるんだろう。こっち方面かな。こっち方面まであるのかな、ちょっとわかんないけど、なんか Google マップをいかにもそのままハリボテしただけのような写真ね。あ、この今自分がいる真下あたりがちょっとスタート場っぽくない。ここら辺がなんかいろいろ集まってる感じがあるから、ちょっと落ちてみましょうか。自分で下った方が早いかな。あ、全然早いな。どこら、あれ、どこ行った。今スタート場らしき、あ、ここになんか、あ、オブジェクトが配置されてるね。ここら辺だわ。うん、ちょっとここら辺に降り立ってみよう。よいしょ。さあ行きたいと思います。やっほー、GTR 並みの加速で落下していくぜ。よっしゃ、うわーっと、来た、痛い、痛い、やばい。さすがに痛かったかな。さあ今回はね、まあ、このあ、ここが、あ、ちょうどうまいことスタート地点らしきところに来ましたね。ここがあの各々のマシンがレースの時こう駐車する駐車場で、ここがスタート地点だよね、多分。そうだよね、もうなんか初見だから何もかも知らなくて、そもそもここがスタート地点じゃないかもしれないけど、まあ、ここからタイムアタックをね計測していきたいと思います。あの道知らないんで本当、うん、道間違えたりするかもしれないけど、それもそういうのも含めて、横転したりとかコースアウト、そういうのも含めてのねタイムアタックってことで見てもらえれば面白いんじゃないかなと。で今回ね、まあこう主観でやっていきたいと思います。でまあ、一応車のダメージはオンにしておこうか。その方が面白いからね。あのボンネットへこんだり傷ができたりね。で画面右下に表示されております現在 0km/h って書いてある、あれキロメートルタイプでの、まあ、計測となってます。あの時速表示になってます。まあ、 GTR っていうことで実写モッドなんですけども、多分 ほぼほぼ忠実に作られてはいると思います。300キロぐらい出るかもしれないけど。さあそれでは行きたいと思います。よいしょ。よいしょってなんやねん、よいしょってね。え、目の前にはあの三菱のロゴじゃなくて、あのスリーポインテッドスターベンツのねロゴが見えます。さあ曲がってきました。ちょっと GTR 並みの加速で行くっつったんだけど、いきなりこうやってちょっと控えめにね、やっぱやらせ、え、どっち、あ、こっちか、あ、こっちやべえ、ちょっと待って、ああいうさややこしいのやめてほしいよね。赤コーン敷いてやったけどさ、もう壁にしてほしいよね。うん、いきなりもうなんか道に迷うっていう受けるんだけど、これが本職のプロのレーサーだったら絶対ありえないね、面白いミスだよね。道に迷ったりしたらマジ受けるわ。あー、でもここ走ったことあるな。あ、思い出した、前回あのニュルブルクリンクの GP コースっていう、あのノルドシュライフコースではない、マイナーって言ったらあれなんだけども、なんかちょっと短い方のコースでね走って元紹介させていただいたことがあるんですよね。でその時ここ走ったので、確かなんかうっすら覚えてますわ。あ、そうそうそう、このカーブもあった。ちょ、結構、あ、ブレーキ効かしていかないといけないんでね、それは覚えてなかったわ、残念ながら。でまあこの先あたりから多分あのノルドシュライフ独自のコースになってくると思われるんですけど、もうちょっと行ったところかな。約全長20キロっていうことなので、ここちょっと急カーブ必要じゃないかね。赤コーンが敷いてあったので警戒しましたよ今。どっち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 、ああいう分岐やめてほしい。どっちどっちどっちやねん。え、こっちで合ってる、え、合ってないかもしれない、合ってないかもしれないっていう疑念を抱きながら走るっていうのはすごく嫌なんだ。あ、画面が暗くなってきたよ。何これ、え、俺の PC 落ちる、やばい感じ。
ああ回復してる窓ガラスが割るっていうちょっと待って、これ落書きやばくねっていうか、地面の誰だよ夜中に侵入してヌルブルクリンクの株を下げようとしたガキどもは。あ、違うかな、なんかここまで文字書いてあるといろいろと、もしかしたらあれだね、ここに思い入れのあるレーサーたちが書いていった記念のなんかファンへのサインとか思い入れのなんかこう印みたいな、なんていうかそういう意味のある落書きかもしれない、割とだから消されずに残ってるのかもしれないです。ジャンプしちゃってるもん。え、ジャンプすることありえる実際に。実際にマシンがジャンプしたら車庫体になるよね。てかグリルボンネットとかぶつかってへこむよね。あそこはやっぱもうちょっと抑えるべきところだったのかな。まあ、GTR 並みの加速で行くとは言ってんだけど、これよく考えたら GTR なんですよね。うん、だから GTR の加速で行きます。ん？何言ってんだ俺。あ、横浜、ようこそ横浜へ。今横浜に、インしました。ランドマークタワーはどこかな。中華街はまだ出てこないのかな。さあ、まあ車にね、無関心なものですから、 GTA5 ね、5、6年車のゲームやってるわけですけども、無関心なので知識がね、知識だけが無駄にたまる一方で、ここが崖だったらもう今頃俺はこの世から消えていたね。さあ、まあまだ時速300キロぐらいに達したところないですけども、 GTR のね、これぞ GTR という言わんばかりの直線番長感をね、さらせてないですけども、出てくるのかなそういうところは。でもそういうところがあるってことはやっぱり直線に強いマシンが有利ですからね、あまり作られないようにはなってんのかな。いやでもそういうところがあっても面白いんだろうけど、まあ、コーナーもいっぱいあるけど直線もまあそれなりにあるっていう、まあ、いろんなマシンの特性を考慮した上でね、こうバラエティに富んだマップ作りにするっていう、まあ、してもらえたらね、すごい落書きだな。それにしてもうわーやらかした、初めての、壁走りしてしまいました本日一度目の壁走りね、あんな壁走りすることって実際あるのかな。あったらウケるよな、見てみたいけど、あんのかなマジで、起きうるのかな物理演算的に、どうなんだろう。ここちょっとね、ブレーキかけて行きましょう。さあ、まあ、あの初見ということなのでマップ知らないんですけど、まあ、まあこれだけは最低限意識できるっていうのがやっぱアウトインアウト、意識していかなきゃいけないっていうのがアウトインアウトですよね。今から意識していきたいと思います。今思い出しました、はい、アウトインアウトっていうのがレースにおいて重要だっていうことを、余計なことばっかり喋ってたんで何も考えずに走ってたんで、ドライブしてました、ただ単に知らない道をっていう感覚。そう、アウトインアウト意識していきましょう今から、ね、っていう立派にね、偉そうに言ってるけど車に関しての知識が薄いんで、うわー、おっしゃ、左窓がなくなったぜ、風が気持ちいい、風のね、通り抜けのルートができましたんで、これで風を浴びれてすごく、うん、風が美味しい、ね、景色が気持ちいい、景色が綺麗、美しい、ゲームで走って何言ってんだ自分っていう、あ、すごいなんか痛、あ、自分が痛いな、恥ずかしいな、喋るのやめりたい、実況やめたい、むしろのんびり一人で動画撮らずにレースしたい、ドライブしたいっていう気持ちになることありません？ YouTuber の方々、実況者あるあるじゃない？自分の喋ってることに自信が持てなくなってきたよね、ほんとこれでいいのかなと。よいしょよいしょ、まあでも走ってる楽しいわ、これは楽しい。あ、これでレースしたいな。レースすることは好きなんだよね、車に無関心な割には。だから GTA5、 5、6年できたんだろうね。まあ、車テーマのゲームですから。といっても、まあ、PK 動画ね、メインで上げてる人もいますけども、何年間もね。何年間も上げられるぐらい、やっぱり PK、まあ、そっちもね、充実してますけども、銃とか。自分は銃よりは車の方がいいかな。車に無関心言ってますけど、銃にはもっと無関心ですからね。うん、あ、それも今度そっち系の動画出してみようかな、銃に無関心な俺が。よいし
いいね、今のコーナー曲がれたの気持ちよかったな、楽しかったな。よいしょ。銃に無関心な俺が FPS を実況解説してみたみたいな。なんかすでにありそうだな、そういう動画。なんか誰かしらそれ出してそうだな。結構かぶるんだよね、アフレコ動画を出そうと思うと結構すでにやってる人がいて、ああ、かぶっちゃうから、これ、あ、これ待て、300キロ出てるぞ。325キロ出たぞ、今。すげえ。325キロ出た。ランボルギーニ並みですね、これは。もう。すごいな。ニトロ使ってないですよ。ねえ、もう燃費気にするのも忘れちまったわ。あまりにも気持ちよすぎて、ついやってしまった。よいしょ、ここら辺は結構、ブレーキで80キロ台まで落としていく。ライン取りさえ間違ってなければ、そこまで落とさなくてもよかったのかな。まあわかんないけど。まあよし、ゴールしました。さあ、タイムはよしよ。タイム、ちょっと主観なのでね、ちゃんと見えてないんで、まあ、若干、コンマ1、2秒ミスってると思うけど、そこはご愛嬌ということで、ちょっとへこみましたね、フェンダーが。へこんだぐらい。いやー、かなりすごいことですよ、これ。異形に近いかもしれない。フェンダー傷一つつけただけで済むなんて。これ GTA5 で初見コース挑むって言ったら、普通、数回死にますからね。うん。それをね、知らないどころか、バンパーも傷つけてないしさ、まあ、窓はこうやって汚れたけどね、今綺麗にしましたけども。さあ、というわけです。まあ、ラップタイムがね、いくつかわかんないんで、なんとも言えないけど、まあちょっとコースアウトしたりね、まあ壁走りしたりちょっとあったけど、まあそこはご愛嬌ということでね。まあ、やっぱりね、5、6年の GTA プレイヤーのね、腕がここでね、まあ、これからもね、農業用トラック並みの加速で動画を上げていきますので、よろしかったら、ごひいきに、まあ、してもしなくてもいいです。はい。まあ、チャンネル登録解除用のボタン、動画リンク説明欄に貼ってありますので、解除したい方はいつでもどうぞね。さあ、ということでした。皆さん、ドライバーの皆さん、会社に行かれる皆さん、ターボのご加工、そしてプロのレーサーの方、良いね。